はい、通勤の自由な時間へこそ。さあ、今回はですね、ホットトイズからなんと皆さん待ちに待った、そう、ラブ&サンダーのバルキリーが来ましたということで、いやー、いいね。で、ディズニープラスには明日から配信ということで、もう、そう、熱々てんこ盛りだね。いやー、いいね。バルキリー、最高じゃない？もうまんまじゃない？まんまだよ。いやー、いいね、熱いね。でさ、造形もさ、なかなかよくない？このさ、なんか、あれだったかな、シャンチーの時思ったけど、腕のほら可動軸がすごい、なんか個人的には微妙だったけど、今見たら全然そんな気になることはなさそう。で、このね、雷持ってるし、ゼウスの雷、いやー、さすがホットトイズ、安定のクオリティだね。ちゃんと武器も、これ納刀できるんかな。いやー、いいね。いや、いいですよ。そう、集めてる人にとってはいいかもしれない。はい、ということで、ホットトイズから今日、まあ、海外の公式からラブ&サンダーからバルキリーのアナウンスがありましたという動画でした。まあ、日本でもね、またようやく開始になると思うんで、まあ続報でもないですけど、皆さん待っててください。では、チャンネル登録よろしくお願いします。